コミュニティはルミです。さて、またまたセイントセイヤのフィギュアです。今回はこれはレアものでございます。バンダイの魂ウェブさんからセイントクロスマイスオピュクスシャイナー&カッシオス2体入っております。ダダダダダン。これは2011年の11月下旬に発売されたもので、初回生産限定版2体セット。初回生産限定版だとレアって言うんでしょ。レアものですよ。シャイナが17センチ、カシオスが18センチ。んで待って、開いているので開けましょう。シェイトシェイヤース。おお、あー、スタンド1個しかない。で、またこのサテンっていうか綺麗なやつ。トリセツカラーカラーオピクス蛇使い星座のクロスでカシオス。ちょっと待って、オピクスシャイナ年齢16歳、身長166センチ、体重49キロ、誕生日3月24日、出身地イタリアでカシオス、カシオスがこれなんだよね。このおっさんみたいなのがカシオス。これの設定がすごいね。このおっさんみたいな体つき、これ絶対違うだろ。年齢15歳って書いてあるよで身長201センチ、体重128キロ、誕生日12月14日で、出身地ギリシャ。15歳でこんな筋肉ムキムキ不可能です。15歳に見えますか？見えねえ。30歳。まあ、こういう取説でございますので、この設定は面白いわ。で、うわお、カシオスバラ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 したい。あ、体だけなのね、これは。バラバラしたーだよー。ちょっとパポンってやらないけど、あえて胴体を隠すこんな感じ。うれーオンブローゾーみたいなね。これはもうフィギュアでこう置いとくだけ。曲がるかと思ったら曲がらないね。どこも曲がらない。こうやって飾るだけですね。でもってこちら、シャイナもやっぱりもう一つのマリと同じようにに替えの手だとか前髪だとか後ろ髪がありますね。彼女のセイントかなんかのマークん、こういうのがついてます。ちゃんとこれは組み立ててあるやつで、マスクと手だとかついておりますね。チュンデベロもめ出たー。じゃじゃん、レオタード姿みたいな感じで見つめるキャッツアイですか。ハイヒール、はい、ヒール。またまあこれもうほんのちょっと、これが限界か。これが限界だな。こうっすね。お膝。いいよ。で、よいしょ。で、たー。いやー。無理やーみたいな。まあ変な格好になっちゃったけど、腕が曲がってこれを曲がって、で手もこうやってピーッて、で頭もちょっと曲がる、こっちの髪の毛くぼみがあるんだけど、多分これこういうものをこうやってぶっ刺すの、飾り付けみたいな感じでこうやってね、後ろ髪こうなってます。手もちゃんとこう、なんだっけ、爪にマニキュアが施されております。亀で、アーマーみたいなやつがこっちに、重いやつです。これどうやって開けるんだろうね。開けるところがわからないまあ触らないでおこう買ったお客様に遊んでもらいたいと思います。膝パッドみたいなやつとか、これ2パッドみたいなやつね。ここっすね。これもちょっと変えられるっていう白物。こっちはなんかあの、ここの真ん中のところが1、2、3つあるんですけど、これは1つだけ短いっすね。なんか腕のパーツまであった。腕の
腕につけるコブラの頭みたいなパーツですね。なんかすごいな、いろんなパーツがある。あとこちらもあるアップで写真撮りますので、でまた乾杯乾杯。でこれがね ABS PVC フォームダイキャスト製セット内容が、シャイな本体1、カシオス15歳とは思えない屈強な男が1体、オピュクスクロス一式、これのことかな、オピュクスクロス用オブジェフレーム、まあそれは説明書読んでくださいシャイナ用交換用の頭頭だって、顔って書いてあるのに頭って読んじゃった。シャイナ用交換用前髪が2種類で、後ろ髪1つだけで、シャイナ交換用手首左右各3種、面白いポーズして遊べるので遊びください。とりあえずギグ豪華買い取りとしております。よろしくお願いします。無料出張買い取りサービスもやっておりますので、よろしく。誰が来るかは分からない。ツイッター、フェイスブックもやっておりますので、そちらのアドレスとかは説明欄に記入してありますので、記入、うん、書いてありますので、クリックしてお友達またはフォローしてください。無料輸送キットもお送りいたしますので、必要な方よろしくお願いします。はぁ、暑いっすね。人生楽あれや、雲あるぞ。いやなんで乗りツッコミわけわかんない。それはありがとうございます。ご清聴のほどありがとうございます。それではまた、あいえ。Shut up.